ないということで心からお詫び申し上げます。アプリ利用者の方々との接触通知がこれ到達していなかったということが判明いたしました。Android 端末をお使いの方々全体の3割おられる、約3割おられるわけでありますけれども、今申し上げました通り9月の末よりですね、事実上機能していなかったということでありまして、せっかくお使いをいただいておった方々にですね、大変なご迷惑をおかけをいたしたということで、信頼を損ねるそういう状況でありますので、本当に申し訳ないということで心からお詫び申し上げます。厚生労働省としましてはですね、2月中旬までに障害を解消すべくですね、